こんにちは、シアレスの荒川です。お願いします。お願いします。はい、今回ちょっとまた再び中古車の紹介になるんですけど、今回はそうですね、家族で、まあ、遠でもできますし、まあ、お近くのスーパーにでも買い物に全然行けちゃいますよっていう乗りやすい仕様ですね、はい、っていう中古車が出来上がりましたので紹介の方をしていきます。こちら平成30年式のレジアスエース、スーパー GL のダークプライム2、ディーゼルの肉の 2800cc ですね。レジアス、レジアスです。これ最終のレジアスの型ですよね。そうですね、もうこれ最終ですね。ね、はい、まあ、もともと何回か僕紹介させてもらってるんですけど、動画の方で、はい、レジアスもハイエースも何が違うねんってなった時は販売店の違いだけですよって思っていただいてていいですって言ってたんですけど、その販売店の違いっていうのがもうなくなりまして、うん、この型以降の車は全部ハイエースっていう名前で、そうですよね、そうです、販売になりました。ちょっといろいろ教えてください。はい、紹介していきます。はい、まず外装、フロント周りなんですけど、至ってシンプルです、こちらも。はい、はい、オプションの LED ヘッドライトがついてると、あとはトヨタのセーフティーセンスですね、うん、はい、これが安全装置になります。はい、はい、がついてて、こちらの車両もクリアランスソナーがついてます。はい、でフォグランプ、こちら LED のものがついてます。今フォグランプとポジションも一応 LED になってますね。あとはハロゲンタイプですね。そうですね、はい、で一番下、こちらも大人気 SX のフロントリップバージョン4、うん、はい、こちらも車が標準サイズになるんで素材は ABS になってます。はい、はい、まあ、フロントは至ってこんな感じです。はい、はい、じゃあサイドの方行きます。サイドの方なんですけど、こちらレジアスエース純正のドアバイザーですね。はい、でそのまま下に行っていただくと、最近ちょっとこの仕様僕の中ですごい来てるんですけど、はい、EC の17インチプラチナムですね、うん、はい、に横浜パラダ、うん、このセット僕めっちゃ好きです。なんか落ち着いた感じですよね。そうですね、女性が乗ってても全然当たり障りのない感じのカスタムになってますし、うん、男性が乗ってても全然当たり障りのないカスタムになってます。なんかあの東洋とかであればなんかファイヤーパターンみたいな ね、はい、ありましたね。ファイヤーパターンとかもあったんですけど、まあナスカとかファルケンとかいろいろあると思うんですけど、今回あえて横浜のパラダですね。今度はちょっと落ち着いた感じに作った、はい、って感じですね。シンプルな仕様ですね。はい、はい、これ結構僕好きです。でローダウンは2インチぐらいですか。ローダウンは、はい、この車も2インチローダウンになってますね。まあ純正から5センチしか落ちてないからそこまでね。そうですね、うん、運転には支障はないですね。はい、はい、でそのまま行ってもらうと後ろになるんですけど、後ろも今回ちょっと実はプチカスタムを入れてます。はい、パッと見普通なんですけど、うん、上の方を見ていただくと、こちら SX のリアウィングバージョン1の脂肪タイプですね。はい、これね、はい、これ結構、はい、これも結構僕好きです。シンプルなんで薄いんで、なんかあんまり違和感ないですもんね。そうです、そうです、うん、黒い車につけてもいいですし、白い車につけてもいいですし、正直どの色にも合うようになってますね。はい、でまあさっき言ってたレジャースエースとハイエースの違いになるんですけど、こちらですね。そうですね、はい、で後ろもクリアランスマーがバンパーについてます。これですね。はい、はい、まあ、外観はこんな感じになります。内装の方紹介していきます。はい、では内装紹介していきます。はい、はい、まあ、こちらも、まあ、さっき冒頭で言わせてもらった遠でもできるし、お近く の、まあそのね、ショッピングモールなり買い物行けますよって言ったのがまずこちらですね。これですね、はい、まあ、遠出とかした時にちょっと休憩をしようかってなった時にベッドキットがあるとね、休憩しやすいです。お子さんが本当に喜びそうなね。はい、あの、うん、結構商談とかやらせていただいてるんですけど、お子さんがやっぱこれ見るともう乗りたい乗りたいって、まあ、そうなっちゃいますもんね。絶対なりますね。普通の車にはついてないものになるんで、まあ、車にベッドなんかないですもんね。ないです。それもこれクッション性もしっかりあるんで、うん、まあ、お子様が乗ってもストレスないですし、まあ、大人が乗ってもストレスないものになってますので、うん、ぜひおすすめです。で、あとはルームランプも変わってて、はい、でフィルム施工もしてありますね。はい、はい、後ろはざっとこんな感じです。はい、はい、で最初に行きます。今回はあえてシートカバーをなしにしてます。あー、ということはこれダークプライム2を生かし
ったようにしてるって感じですか。そうです。ダークプライム2とかダークプライムっていう特別仕様車になると、はい、シートがハーフレザーになるんで、こことここっすよね。そうです、うん、こちらがレザーになってます。なんでシートカバーがなくても全然高級感はありますよっていうところを今回はちょっと目立たせていこうかなと思います。そうですね、まあ、はい、あとこういうね、ライトもついてて ね、 うん。でフロント行くと、はい、フロント周りなんですけど、まあ、フロント周りでいうとステアリングスイッチがついてたりとか、また7インチのナビゲーション、これはイクリプスですね。あ、イクリプスさんですね、はい。でこれに対して ETC とバックカメラもついてます。あとこれドラレコですか。はい、ナビ連動のドライブレコーダーになってますね。もう珍しいですね、はい、珍しいです。で助手席エアバッグがついてて AC100 ボルトコンセントもついてます。これ何なんですか。これそれ USB になるんで、一応そこから充電の方は可能ですね。あ、はい、いやでも本当になんかすごい綺麗、綺麗です ね、 ね、まあ、あとまあ年式も新しいですし、ダークプライムとダークプライム2で全然見た目変わるんで、ね、天井黒になってますし、ダークプライム2ね、はい、いやちょっと反対側の外装の傷具合とか見ていいですか。全然大丈夫ですよ。まあ本当に年式も新しいからすごい綺麗、綺麗です ね、 ね、まあ、あとはまあ色がホワイトパール、こちらもオプションのカラーになるんですけど、うん、ホワイトパールだけでだいぶ車自体は綺麗に見えますし、いいかなと。ね、はい、うん、すごい綺麗、すごくいい車です。まあ、これも結構、うん、あのほんまに結構好きな仕様なんで、ぜひ僕にお声掛けてもらったら、これここがこうでねって説明させてもらうので、はい、これちなみに距離どれぐらいですか。これ68,000キロです。68,000キロ、はい、68,000キロね、はい。今度はちょっと最後に価格を教えてください。はい、こちらの車両の車両本体価格が299万円になります。299万、はい、200万台で、まあ、車両本体200万台でディーゼル車が買えるっていう感じですね。そういうことです。いや、いや本当にそうですね、はい、基本この方とかであれば大体300超えちゃいますもんね。そうですね、300万円台だいぶ入ることが多いんですけど、まあ、今回総合距離が68,000キロっていうことで、ちょっと値段の方頑張らせてもらってます。まあ、これもお問い合わせいただきたいですね。はい、これもぜひ荒川までお問い合わせの方よろしくお願いいたします。本日もありがとうございます。ありがとうございます。